皆さんこんばんは。今回はポリブリッジをプレイしていきたいと思います。では前回と同じくメインメニューからキャンペーンを選びます。砂漠の風現場のステージ選択画面です。今回はステージ2の9に進んでいきたいと思います。チェックポイントの説明がありますね。チェックポイント通過するステージのようです。ステージの説明としては予算5万ドル、結構多めですね。材料としては木材と鋼鉄と油圧とロープとケーブルが使えます。ほとんど全ての材料が使える感じなんじゃないでしょうか。そして流れとしてはまずサーファーの番が通過して、油圧が1回目の作動をして、船が2隻通過して油圧の2回目の作動をして、その後ステーションワゴンが通過するという流れですね。車両の重量としてはサーファーの番が 6.5 ポリグラムで、ステーションワゴンが5ポリグラムです。最初に渡るステーションワゴンの方が重量が重いです。目的地は両方同じですね。上り坂を登っていくパターンですね。でもその前にチェックポイントを通過してから登らないとダメですね。これは最初は水平ぐらいに進んでいかないといけないです。というわけでこの辺までは水平に道を敷いていきます。ここの長さをどうするかっていうのは悩みどころになりそうですね。これはまずは単純な考え方で言ってみましょうか。この辺は一直線になりましたね。最後のところが少し折れているっていう感じになりました。これは油圧は絶対使わないとダメですね。そして川のやや右寄り、中央よりやや右寄り、船の通過点よりも右寄りに石の接合点がありますね。これはうまく活用しないといけないでしょう。ここは鋼鉄ですよね。もう最初から鋼鉄でいきましょう。このぐらいの長さ 3.75m、3.5 にしておきましょうか。そしてこの辺りも鉄でしょう。もう最初から割と思い切って鉄を使っていきましょう。これまでの経験上、このぐらい長い橋になると鉄なし、木材のみっていうのは無理だなというのは分かってますからね。でも割と控えめな使い、この程度ならまだまだ控えめな鉄の使い方と言えるでしょう。そしてあとは分割点をどこにするか決めないとですね。どうしましょう。ここを分割ですかね。やっぱりここを分割して両側を、油圧の数の制限4つあるんですね。だったら特に1個で済ませないといけないという制限はないので、ここを分割して両側を跳ね上げる形にするのがいいかなって気はしますね。分割。そして三角形を作っていきましょう。ここはもういらないのかな。高さまず 0.5 の規格でいってみましょうか。
れ曲がるポイントは、この辺で曲げればギリギリいけるんですかね。ちょっとギリギリすぎますかね、これだと。なかなか今回も難しいステージの気がします。これは逆側に山を作った方が良さそうです。そしてこっちも高さ 0.5 メートルの規格で行ってみましょう。ありませんでした。むちゃくちゃになってきました。こうですね。そして頂点をつないでいきます。曲がりポイントをどうするか。折れ曲がりポイントはここですかね。やっぱりあんまりギリギリはちょっと無理そうな感じがするんですよね。ここだとギリギリすぎる感じなので、ここを折れ曲がりポイントにしましょう。感じですかね。で、油圧あんまり近いと油圧が使えないとか大丈夫か。で、コントラクトは -50% でまずは行ってみましょう。そしてまだここができてないですよね。下の三角、橋脚からの三角形、ここが届くんですね。ここも届いて、これだとやっぱりグラグラしますかね。高さ 0.5、 デリートして、高さに合わせましょうか。これでなんとなく美しい形ができました。まずは試しでこれでやってみましょう。再生速度 50% でシミュレーションスタート。自重で折れました。どこが最初に、この辺が。やっぱりここを省略するのってダメですよね。ではこれで、吊り橋とかにしないとダメかもしれないですよね、この辺。まあやってみましょう。シミュレーションスタート。折れます。全然この辺が足りてないので、もういきなり大きくいきますよ。ちょっとこれは残しておいて。最大の高さ 2.、 あ、これは高さ的には 1.75 ですよね。例によって、で高さ 0.75 の規格でコピーで、折れ曲がりポイントより先は小さめでまずは行ってみましょうか。そ
に油圧が来ます。コントラクトマイナス 50% ではシミュレーションスタートおりますね。どこが最初に来ました。ここですね。もうやっぱり吊り橋でしょう。ここは高さ、ここがいくつだろう、 1,2,3.5 メートルだから、上も 3.5 メートルにしておきましょう。これで 3.5、 そしてこうして、釣ります。スタート。もう一回。こっちが弱いですよね。やっぱりこっちも釣りですよね。1,2,3.5。こうでしょ。あれ届かない。これを取り消して、ここに結んでと、でここも鉄でいって、木材です。ここはここはダメなので、こうして、ここも届かないと、届かない場合はこことここを結ぶ。これで、これでどうだろう。この辺がちょっとややこしいですよね。これで行ってみましょうか。ちょっとこの辺の形が複雑になっちゃってますよね。これもう一個入れた方がいいのかな。これで行ってみましょう。シミュレーションスタート。あ、釣ってなかった。そういえばやっぱりここが持ってないですよね。やっぱここがダメなんですよ、この形じゃ。ここにもう一本入れないと、あとここを釣ってないという。ではシミュレーションスタート。ここが折れましたね。持たないですよね、これじゃ。この辺が全然持ってないっていう、その前に。そして分割がうまくいってないっていうことにも気づきました。大丈夫なんですけどね。ここが折れましたと。もうなしにしてもいいのかな、じゃあ。
が折れてましたよね。ここを規格を上げていきましょう。ではシミュレーションスタート。ダメです、全然ダメです。この辺が折れましたよね。この辺が全然支えられてない、グラグラしてましたね。もう一回見てみましょう。この辺のぐらつき、ぐらつきをなくさないと。三角、ここだけ木材にして、これで頑丈になったんじゃないでしょうか。シミュレーションスタート。ぐらつきが良くないですね。これをなんとか止めないと。こっちも全然ダメ。ここが折れましたよね。さらに規格を上げていきましょう。高さ1メートル。届きません。届きませんよね。ここも 0.75。 これだと変わってない。ではシミュレーションスタート。この右端のここを注目しておきましょうかね。ここが折れました。折れますね、折れますね。もう一回、もう一回、左の方が折れて、右側も登り始めのところ、上の方が折れますね。参りましたね。今回も時間がかかりそうです。第1回第2回と分ける動画になるかもしれません。この辺の規格もどんどん上げていきましょうか。0.75、 こっちじゃないか。コピーして貼り付け、貼り付け、貼り付け、頂点を結ぶ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 。
重圧ですね。それとこの辺ですよね。この辺をどうすればいいのか検討が、ここを釣ればいいのか、むしろこっちがいらないのかも。ではシミュレーションスタート。左側はある程度、右側がポキッときましたね。やっぱりここがぐらついてるのがそもそもダメですよね。ここも折れましたけど、ここのぐらつきですよね。どうすればいいんだろう、これ。だいぶ抑えられましたね。ここが折れるんですよね。確かにですね。この辺が折れる。この辺、この辺またさらに比較を上げていきましょう。高さ 1.0m。 コピーして貼り付けて、貼り付けて、結んで結んで結んで、油圧シミュレーションスタート。サーファーの番の方が重いので、これが通過してしまえばもうこの辺が折れますね。ここですよね。こっちが先ですかね。こっちが先に行ってますかね。ほぼ同時ですね。こことここがほぼ同時。これもどうしたもんでしょうか。こっちの支えを強くするしかないのかな。いや、ここ結んじゃダメなんですよ。ここを結ぶと上がらないので、これは難しい。また上げていくしかないのか。道も消えてしまった。ここをさらに高くして。こうか。これで1メートルなので、 1,2,3,4,1 メートルなので 1.25。 これをコピーして貼り付け、結んで結んで、そして油圧シミュレーションスタート。何かおかしい、何かおかしい。あ、気づきました。ここが抜けています。はい、ダメ。でもそれ以外の、ここ以外の問題点は、あ、ここも抜けてますね。なんてこった。
ションスタート。前半は持つはず。後半のここが持つか。ダメですね。こっちの方も何か一箇所ボキッといってるように見えましたね。いってましたね。ここがいってましたね。ここがきっかけになってるように見えます。難しいです。今回はちょっと強化してみましょう。こうですよ、もうこうなったら。そしてこうかな。シミュレーションスタート。やっぱりダメなんですよね、ここが。なぜでしょうか。悩んでしまいます。まずここを強化してみましょう。やけくそで強化してみましょう。シミュレーションスタート。行っちゃってますよね、道路が。ちょっと時間がかかりそうなので、今回はこの辺で、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。続きはまた次回の動画でプレイしたいと思います。それではお疲れ様です。